フローチャート画面だよ。おはようございます。おはよう。おはようございます。昨日どうでした？え、高峰くんとデートだったんでしょ？で、え、二人で出かけたんですよね？はい、出かけましたけど。高峰くん、何か痛いことしなかった？心配していたんですよ。高峰さん張り切りすぎて空回りしてないか。ね、変なはしゃぎ方しそう。デートって気負いすぎて。お好みの設定にして。いや、え？ちょっと、私抜きで楽しそうな話しないで。あ、鈴音さん、おはようございます。はい、おはようございます。で、昨日の話？はい、昨日の話です。どうだった？どこまで行った？どこまでって、そこ、いきなり聞いちゃいますか？だって気になるじゃん。二人はもう裸の付き合いみたいなもんじゃん。え？え？嘘。もうそこまで進んでるの？いやいや、いやいや、いやいや、そんな、裸はちょっと語弊があるけど、水着じゃん、水着。ちょっとじゃなくてだいぶ語弊あるじゃないですか！水着、泳いだんですか？温泉？泳ぐ方です。プールに。プール？こんな時期にやってるんだ。近場にあったはずだよ。大きめの施設、屋内の温水プール。へえ、いいですね。そこに行ったんだ。いえ、駅前の。え？駅前にあるんだ。いつできたんだろう。そういう施設、温泉も併設されてたりしますよね。駅前なら行ってみようかな。ああ、いえ、そういうのじゃなくて、ジムです。え？ジム？はい、スポーツジム。二人でスポーツジムに行ったんですか？はい、です。はい。ありゃ、私てっきりレジャー施設とかでキャッキャ夫婦してるかと。普通に運動してましたね。はい、それぞれ別行動で。別行動ですか。話を聞く限りデートというか、ただ汗を流しに行っただけというか。期待外れですね。期待外れって、だってデートじゃないですもん。否定しながらも、実は。だから違いますって。なんだ、つまらん。つまらん。そっか、ジムか。日内谷さんらしいといえばらしいけれど。浮かない顔ですね。ああ、いえ、その点についてはちょっと反省してまして。反省？実は先輩もレジャー的なのだと思っていたそうなんですけど、私にその発想がなく。ああ、後世だけデートだと思ってたんだ。いえ、それはないと思いますけど。ただ、完全に正解はそっちだったなと反省をしておりまして。内谷さんとしてももっといいデートにしたかったって後悔しているわけね。だから違いますってば。ぶっちゃけた話、どう思ってるんですか？どう？高峰さんのこと。え？だ、ど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 、
りやすいほど動揺してる。かわいい。いえ、あの、尊敬してます。はい。尊敬？はい。高峰君を尊敬？そこで首をかしげないであげてください。高峰さんがかわいそうです。ごめん、つい。尊敬だけ？え？だけってわけじゃないですけど、でもまあ、おおむね尊敬と言いますか。今日ってのぞみさんも来るよね？のぞみさんはお昼からですね。よし、みんな今日夜に予定ある？特には私もないです。じゃあのぞみさんも大丈夫だったら女子会しよう。そしてメイさんを囲む。私を？なんで？いいですね。面白そう。面白そう。え？なんで？え？え？なんですか？なんでそんなにニコニコしてるんですか？え？よし、今日も一日頑張ろう。はい、頑張りましょう。女子会楽しみ。いや、お疲れ様。どうする？どっかお店入る？これから女子会なんです。楽しみです。気のせい気のせい。はい、気のせいです。お店探すの面倒いし、私の部屋でいっか。そうですね、コンビニでも寄って何か買いましょうか。決まり。それじゃあ行こっか。あ、男子禁制だから後世はちょっと時間潰してから帰るように。道から女子会です。それじゃあ行こっか。はい。行くよ、メイさん。私は大丈夫です。私も遠慮しておきます。じゃあ私だけ。あの、私よくわからず来ちゃったんですけど、何するんですか？メイさんと後世の関係をねほりはほり聞く会です。後世君と帰りたい。あ、まあまあ、本当に答えるのが嫌な質問とかはしないからさ、軽い気持ちで付き合ってよ。何話せばいいんですか？ぶっちゃけ高峰さんのことどう思ってるんですか？いきなりぶっこんできましたね。それもう話したじゃないですか。本当に尊敬だけなのかなとって言われても。何かあったんですか？昨日二人で出かけてたの。あ、よかった。そういう、そういうって？喧嘩でもしちゃったのかなって心配しちゃいました。ああ、逆逆。最近いい感じだなって。ああ、そうだったんだ。すみぞ
乙女さんとしてはどうなの？幼馴染としては。コウセイくん、今までそういう話なかったかな。うん、なかったと思うので、よかったなって。ついにかって感じです。完全に家族目線ですね。そうなっちゃいますね、どうしても。付き合い長いですし。だそうです。だそうですって、え、先輩たち、私をどうしたいんですか？真面目な話するとさ、はい、職場に男と女がいるとやっぱり特有の問題が生まれるわけ。特有の問題？そう、うまくやってくれるならいいんだけど、ぼじれると職場の空気が悪くなるし、作業効率も落ちたりする。事前にそういうリスクを回避するためにも、職場の人間関係を把握しておくのは大事なわけ。はあ、なるほど。それみんなで集まる必要あります？ない。え、みんなで集まった方が楽しいかなって思っただけ。面白がってるのは否定しないけど、応援したい気持ちもあるんだよね。そこはみんな同じじゃない？興味半分、応援半分ですね。私は興味 100% ですね。じゃあ私は応援 100% でね。はい。ん？はい。私も真面目に話すと、鈴音さんがおっしゃった通り、余計なお世話って思われても把握しておきたい気持ちはある。私にとって大事なカフェだから、万が一人間関係で問題が起こったら困る。偏見かもしれないけれど、恋愛ってそういうことに発展しやすいだろうから。恋愛、そういう方向に持っていこうとしてますけど。違う、そういうのじゃないと思います。はい。自信なさげですね。だって経験ないからわからないですし。傍から見てるといい感じに見えるけどね。いい感じですか？メイさん、高峰さんと話しているときと私たちと話しているときでは表情が全然違いますからね。え、そうですか？自覚ないですけど。なんだろう、キラキラしてるは言い過ぎ？でもそんな感じ。先輩先輩って嬉しそうだよね。高生といるといつもより若干テンション高い。嘘。へえ。住染さんから見て何か変化ある？高峰くんに。ああ、どうでしょう。気が合うんだなとは思ってましたけど。あ、でも姉ちゃんには遠慮がないかも。夏目さんたちに比べて。確かに、講義で隣に座るのもためらうくらい変な気を使う、高峰君って。女の子慣れしてないところちょっとありますね。でも、めいちゃんには自然体で接してる気がします。自然体か、後輩っていうのもあるかもしれないけれど。でも意識はしてるよ、昨日そわそわしてたもん。え、そわそわ？仕事ぶりが少し浮ついてた。微笑ましくはあったけど、しっかりしろよーとも思ったんだよね。だからほんと真面目に早々に結論出して落ち着いてくれるとありがたいなって思ってる。結論って言われても。もうすぐバレンタインですし、タイミングとしてはちょうどいいですね。ああ、バレンタイン、お店で何かするんですか？そのつもり、鈴音さんと相談中。多分限定メニューを出すと思う。クリスマスみたいにケーキ売ろうにもそんなに予約入らないだろうし。確かにケーキ屋さんであまり買わないですね、バレンタインチョコは。日持ちしないしね。だから普通に限定メニュー出して女子会とかに使ってもらえればいいかなって。ほら、ダマチョコって。
やつ。そうでした。相談しようと思っていたんです。皆さん、チョコレートをどうします？ああ、高峰くんに渡すかってこと？はい、あと帝さんにも。職場の男性に渡すべきなのかどうか。みんなからってことでまとめて渡しますか？一人一つずつ渡すと返しも大変ですし。そうね、渡さないのもがっかりさせそうだし、それがいいかも。で、レイさんだけは個人でちゃんと後世に渡すと。もうすぐそっちに持っていきますね。逆にいいの？私たちと一緒で。別に。ほら、抵抗あるんでしょ？だってそれは日頃お世話になってるので、そういうのはちゃんとしたいなって思いますよ。そりゃそれだけ？あれ、否定しませんね。こんなに言われ続けるとは。本当にわかんないんです。先輩のことはそりゃ好きですけど、先輩として、あの、人として好きなので、恋かどうかとかわかんないですもん。急にどうしたんですか？酔ってます？ちょっとだけ。例えばですけど、高峰さんが他の女性と仲良くしていたらどう思います？どうって、この中だと一番仲がいいのはやっぱり墨染さん。付き合いの長さで言えばそうなりますね。なんかある？これは自分しか知らないだろうなーとか。自分だけ。そうですね。あ、寝起きとか。なかなか際どそうな話ですね。別に変な話じゃなくて、今はちゃんと早起きできてますけど、前までは私が朝起こしてたんです。あー、弟がいるからわかるんだけど、掛け布団をガバッて取るとめっちゃ慌てるよね。やめろよーって。あー、まあ、はい、あれですよね。あれ、あの、男の子は朝、あの、朝立ちですよ、朝立ち。読み返しますか？朝は自然と勃起しちゃうんだって。わあ、うぶな反応。のぞみさんは慣れてそうだね。慣れてると言いますか、目に入っちゃうことはあるので。なるほどね。何度も見たわけだ、のぞみさんは。勃起したおティムティムを。おティムティムって完全に酔ってますね、すずねさん。あの、直ではないですからね。朝起こしに行くとそういうこともあるってだけで。どうなのさ、メイさんは。後世のさ、センシティブな、いや、センシティブティブな姿を他の女の子が知ってるの？センシティブティブ。完全に悪い酔い方してますね、すずねさん。どうなのさ、性的なさ、部分をさ、他の女の子に見せちゃってるの、どうなのさ。少しもやっとするか。ってことは意識はしているわけだ、後世を異性として。なのかな。チョコレート手作りするなら言ってよ。
とっておきの教えるから。手作り、それってあからさまに、ですよね。言い訳しようがないくらい本命よね。重いって思われそう。思うかな。すっごく喜びそう。ってわけで、どう？手作りチョコ。手作り、本命、手作り、めいちゃん？倒れた。顔真っ赤ですね。もうわかんないです。頭がパンクする。いいね、恋する乙女、もんもんとしていいね。してるっていうか、させてますよね、鈴音さんが。可愛いからいじりたくなっちゃうよね。もう許してください、こういう話得意じゃないんです。興味 100% と言いましたが、もしアプローチするのなら応援も手伝いもしますよ。高峰さんとメイさんには幸せになっていただきたいですし。私もできることがあったら言ってね。私が言うのもなんだけれど、この話はそろそろ終わりに。日内谷さん、もう限界そう。はい、限界です。恥ずかしい。いいね、青春。私には遠い昔だ。鈴音さんもまだお若いじゃないですか。社会人と学生の違いは大きいって。時間ってあっという間に過ぎちゃうからさ、後悔だけはしないようにね、メイさん。はい、考えておきます。自分の気持ち、傍から見てるとほんと分かりやすいんだけどな。当事者だからこそわからないのかもしれませんね、そういう気持ちって。そういうものかもね。実感こもってそうですけど、やっぱり皆さん経験豊富なんですか。え、全員目そらして、え、特にない感じで。さて、バレンタインメニューの打ち合わせをしましょうか。はい、そうしましょう。ぜひそうしましょう。なんだか変なこと聞いてすみません。先輩のこと、人として、異性として、わかんない。カフェステラと死神の蝶。